海軍気象学校は、大日本帝国海軍における艦船及び航空機の航路確保のための気象観測、天体観測、海洋観測技術の習得者を養成する教育機関のことである。海軍航海学校から独立し、普通科、高等科、特集科、専攻科を設置した。気象観測、測量技術は航海学校のカリキュラムに基づいて教育されていた。 特に太平洋戦争の進捗に伴い、占領地での敵前測量や気象観測は艦隊行動及び航空機運用のために欠かせないものであった。軍令部や海軍航空本部は海軍水路部に対して気象隊の編成を呼びかけ、各地に銀紙及び若干の守備隊からなる気象隊を派遣していた。しかし気象観測術専門の教育を実施する風潮には至らず、 公開学校での習得に終始していた。1944年7月1日、ようやく気象観測の専門教育を図るべく、公開学校分校が茨城県稲敷郡阿村に発足した。航空基地が隣接する茨城県南部では、上空の気象観測データが航空機の安全を守るために必要不可欠であった。戦線の縮小とともに、海洋、 天文観測の必要性は急激に薄れ、代わりに気象観測が重要なものになりつつあった。文校が海軍気象学校として独立するのは1945年3月1日のことである。気象学校も他の十家学校と同様に4コースが設定され、練習生は現場へ、学生は水路部や各地司令部へと派遣されることとなった。しかし、 各種10課学校は7月15日までに繰り上げ、終了を実施し、終了者を本土決戦要員に振り向けるよう通達を受けた。航空燃料の不定とともに、気象観測の必要性も薄れてしまい、気象学校も繰り上げ終了、並行措置を取られ、わずか4ヶ月で並行となった。ありがとうございます。